2011年5月8日、大勢の人が集まった台南武山島ダムで開幕式が行われています。現場は馬英九総統による司会、日本からの来賓でさらに盛り上がっています。これは八田余市記念公園オープン記念式典です。台湾に大きく貢献した八田余市氏を記念するために急遽復元して作られました。河南平原は雨が少なく稲作に不向きな土地であるため、以前農民たちの生活は天気に左右されていました。八田余市がこの土地の改善に心血を注ぎ、河南大戦と武山島ダムを建設したおかげで農民の生活が向上して、河南平原は台湾の穀倉地になりました。ダムの完成後も八田技師はその技術で台湾に貢献し続けました。現在も河南平原の農民はこの恩を忘れず、毎年八田技師の命日である5月8日に追悼会を行っています。八田余市先生在1920年到1930年完成武山水库以后，整个江南平野呢，由荒芜之地呢，变为一个台湾一个米仓，所以江南平野的农民呢，非常感恩八田余先生呢的建造武山水库，所以每年的五月八日是八田余先生的忌日，所以我们江南水利会都会举行很盛大的追思活动，我们的农民呢也非常感念怀念八田余对整个江南平原的贡献。これ以外に八田技師の資料を記念し保護するために武山島ダム内に記念館を設立し、生前の写真や資料などを展示しています。しかし八田技師の旧居はもともと家族を持つ従業員のための武山島宿舎群でしたが、月日が過ぎるとともに建物が崩壊してゆきました。戸籍を保護し、台湾人の八田氏への感謝を示すために、2009年の追悼会で馬英九総統により、八田余市記念公園の建設が発表され、武山島宿舎群が整備されました。土地利用の話し合いと修築工事の会議を経て、とうとう工事が開始されました。でもこの荒れ果てた建物はうまく復元できるのでしょうか。昼夜環境造形顧問の郭周丹氏がわざわざ日本にいる八田余市氏の娘を訪ねて、貴重なオリジナルの資料を入手したことで修築工事の開始に役立ちました。他起先是不同意，在跟这边谈了四个小时，到最后一刻才发现，他说他一个孙子是他的外甥是念建筑的。然后我说奇怪了，是谁呀？他说常以前常去台湾，讲了名字才说啊，原来就是他。然后我们才变得很亲近。第二次再去的时候，就可以很快在第二个小时就进入状况。这些记忆里头谈到建筑物跟空间其实是非常少，所以会说我们去了七次八次才能够一点一点拼凑。那我们做的复原的东西给他看，说这个是不是这个样子。那他们でもいくら正確な情報があっても、いくら昔の話を詳しく聞いても、わからないことがあります。施工中は新しい発見による修正が多いことが
台湾に来た建築士の悩みのためでした。防虫防腐剤、はい、そのプールの中でドブ付けしちゃう。畑さんっていう人を知れば分かること、はい、で畑さんってとってもすごい人で、はい、で台湾農業を作ってくれた人ですよ、はい、そうですね、だから八田さんが それだけのことを台湾でやってあげたのになんで俺らがやれないかってそんなことを言えないから、だから私たちも一生懸命やろうと思って、そんなうまく言えないんだけど、でも結構そういう気持ちが大きい。最初に見た宿舎群の古い写真を頼りに急遽の計画を練り、旧家屋をよみがえらせました。日台技師の協力は最も直接的な文化交流でもあります。日本の職人は正確なほぞ作りと木槌使いでほぞをぴったりと合わせることにより着々と旧居を作り上げていく様子は台湾の伝統建築の技術とは異なり実に奥深いものです。台湾の職人にとって日本式建築の修築は初めての試みでした。職人たちはこの機を逃すまいと日本式宿舎の建築方法をじっくりと学びました。会好，会好，会好，因为工作精神跟因为技术会好，很厉害，没话讲。有了，我们今天都很配合他，他们也很客气的，主要他们也很客气，也不会说摆一个架子出来哈，让我们都愿意配合他，而且配合起来做的大家都。就是这一段时间大家在这边大家都很快乐。日台双方が気持ちよく協力しながら取り組んだことで工事が順調に進みました。台湾の職人も自分の技術と知識を通して台湾独特の技術を日本の職人に紹介しました。かつて八田旧居に住んでいた林彩光さんは20年ぶりにここを訪れました。しかし工事中とはいえ再び旧居を目にして記憶がよみがえったようです。也主要是棺材吼，若无通好棺材吼，这农民吼，拢靠路吼。如果是若无水吼，有当时啊，无水就用啊死去啊，安尼啊就了事啊。啊，像现在这个，一定啊建设水库以后，都最常个使用啊，啊再用。資料をさらに正確なものにするためにかつて八田技師の学生であった元雲翔さんを訪ねました。高齢でいらっしゃるものの八田技師のことははっきりと覚えています。座談会好技文好技文好技文这是吃饭啊，这在讲话。啊，你讲什么话？你甲八田讲啥？八田讲，大家拢在讲价啦，啊，做单啦。哦。啊，到尾我做单的时候，我后壁来报价。你，我都不是人车，我都不是人车，哦，都这样。そして修築中に奮闘した建築士たちだけでなく背後で黙々と指導を協力した人々もいました。市らや国家風景区の仲間はあちこち走り回って協調を図るなどして協力しました。故陳清美先生も記念公演の主な実行者の一人。陳先生はがんと戦いながら人生最後の時間、記念公演の資料収集に注力していました。先父在民国95年退休之后，他利用他所
空闲的时间，他怀抱着一种感恩的心情来回馈整个乡里，然后也对八田技师对台湾人民的一种贡献所感召，来创立来辅助成立这个八田演艺基金会。修築中におけるもう一つの困難な任務は、八田技師の生活を再現することでした。幸い、八田技師の故郷である石川県金沢市、八田技師夫妻を慕い、台湾と友好の会代表中川氏と北国新聞社の協力により、金沢市民から大正時代の家具が贈られました。八田与一記念公園はちょうど中華民国建国100周年に完成しました。日台双方の協力により完全に再現された八田市旧居は、当時の生活の様子を垣間見ることができます。我们希望这个园区是未来台日友好的一个桥梁，爱无国界，我们将来要增进台日观光的交流。我们对于八田与一先生所辟建的，历经十年克服千辛万苦所辟建的乌山头水库，把曾文区本来是灰沙不毛之地辟建为万顷良田的贡献有多么的感激啊。そして日本と台湾、石川県と台南、この縁がますます大きく広がりを見せ、深まりを見せるように心から願って、私からのお礼とお祝いのご挨拶をしたいと思います。祖父八田与一が亡くなってから今年で69年目にあたります。69年経っても未だにですね、台湾の方々が毎年のように慰霊祭を開いていただき、そして今年は記念公園を作っていただいたことに対して本当に感謝をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。我希望八田与一先生的故事以及这个园区能够成为我们中华民国跟日本另外一个新的历史阶段的开始。我们抱着一种就事论事、恩怨分明的态度，对于所有对台湾有贡献的人，我们要感恩。这样子的话，我相信两国的关系一定会在现有的基础上不断的前进。台湾の感謝と日本の思いはどちらも八田技師に対する気持ちであり、日台の交流のきっかけになっています。今では記念公園を訪れる観光客は絶えず、中でも多数の日本人観光客や修学旅行で台湾を訪れる学生が味わい深い記念館を見学しています。また宿舎の向かいには展覧館を計画しています。台南芸術大学の教師と学生の努力により、八田技師の台湾に対する貢献が紹介されています。また記念公園を通じて観光交流を行い、観光客は周囲にある市や国家風景区の景観を楽しむことができます。武山島ダムと河南大戦の建設により、河南地区の農耕を大きく改善した八田与一氏への恩は忘れません。国境を越えて一途に貢献した八田氏の精神は日本でも称賛されています。この記念公園を通して、共に八田氏の功績と崇高な精神を偲んでみませんか。